シグノ307シグノは三菱鉛筆が製造、販売するゲルインクボールペンのブランドである。1994年発売、ウニ、ボールブランドを関してユニボールシグノとも表記される。0.28mm から 1.0mm までのボール系、最大全31色のインク、キャップ、ノック式、樹脂、ラバーグリップ、環境対応製品などの製品バリエーションを持つ。 通常のインクタイプには強い耐水性、耐、光性が特徴の顔料系インクを採用。特殊インクタイプには消しゴムで消せるインク、写真や彩色紙への書き込みに適したパステルカラーインク、ラメインクといった製品がある。1997年に水性顔料、ゲルインクとして世界初のキャップレス、シグノノック式を発売。 1998年発売のシグノフトジ 1.0mm と2000年発売のシグノノック式 1.0mm はそれぞれ同インク、ノック式同インクとして世界初の 1.0mm ボール系を採用2003年発売のシグノ超極ボソ 0.28mm と2005年発売のシグノビット 0.18mm は当時世界最小のボール系を達成した。 2013年発売のシグノ RT1 はグッドデザイン賞を受賞。2015年に欧米市場で発売のシグノ UMN-307 はインク増粘剤にセルロースナノファイバーを採用同素材の世界初の実用化例とされる。このほか、同社のピュアモルトはシグノ芯を採用している。スタイルフィットシリーズはゲルボールペン芯にシグノインクを採用する。 また、シグノイレイサブルと仕組みは異なるが、同じく消せるゲルインクボールペンのユニボール RE シリーズがある。以下は生産終了品である。なお、現行モデルでもカラーバリエーションなど、部分的な増減はあるが、これらについては割愛する。シグノビット2005年発売。世界最小の 0.18mm ボール系を達成。シグノ GP2001 年発売。 ラバーグリップのスタンダードモデル。シグノノック式500円タイプ1998年発売。高級感のあるフォーマルビジネス向けモデル。シグノ207-2008年発売。ビジネス向け海外モデルの日本発売版。シグノトラディショナルカラー1997年以前から登場。ブルーブラック、ブラウンブラックなどブラック系インク色を多色展開。 一部インク色は現行モデルに継承。シグノクリーミー1997年発売。パステルカラータイプ。シグノニューパステルカラー1998年発売。パステルカラータイプ。後継のシグノエンジェリックカラーはアシットフリーで高い保存性を特徴とする。シグノフレグランス2000年発売。色ごとに異なるフルーツの香りがするパステルカラーインクを採用。 シグノレインボー2001年発売。ラメインクタイプ。大きなラメが特徴。後継のシグノスパークリングはラメ量が2倍になった。シグノピュアゴールド2002年発売。純金ラメインク採用。24金をシリカで包んでラメ粒子化。シグノ RT パールマイカ2002年発売。雲母パール顔料入りインクを採用。シグノノーブルメタル2006年発売。 メタリックインクタイプ。高輝度の発色やラメ落ちしにくい、固着の強さが特徴。シグノ多色タイプ2001年発売。多色ボールペンタイプ。同様のコンセプトはシグノインク採用のスタイルフィットシリーズに継承。シグノ多機能タイプシャープペンシルシンと併用できる多機能ボールペンタイプ。同様のコンセプトはシグノインク採用のスタイルフィットシリーズに継承。 シグノスタイル2006年発売。ジックを多色展開したモデル。同様のコンセプトはシグノインク採用のスタイルフィットシリーズに継承。ゲルインクを使用した他社製品の一例。ありがとうございます。